仲間の密偵の調べによって城下に入り込んでいる小河原の手の者が隠れ蓑にしている商人街の場所が判明した。またその住人すべてが小河原が送り込んだ密偵であることも分かった。小河原にこれ以上情報を与えぬためにも一人として合田の国より返してはならない。ぶっ殺してやる。なんだ、なんだ、なんだ。てめえなんだ。どうしよう。匂わなくなったな。この野郎。
何奴だ、うん、なんだ、なんだ、なんだ、聞き違いか。誰だ。なんじゃ？
最近もそうだな。